エレーナちゃんが出てたやつ。セイジ・レイナちゃんが茶髪だった時、こんな髪短くてくるくるで、あれすごいさ恥ずかしい今になってみると。なんか自分を見てるとさ、最近は見てないけど自分が演技してるの見るのすごい恥ずかしかった。なんか後からもっとこうすればよかったのにってすごい思っちゃう。もっと またなんかでもやりたいな。何かを演じるってすごい、なんかすごいことだなって思う。自分ってもう自分でしかないが、どんな役やってみたい。あーでも、割と日暮らしに近いけど、ちょっと発狂するようなシーンがあるような女の人を演じてみたい。もう自分だったら絶対ありえないようなのがいいな。今日負けのなんかやってたじゃないですか、ちょっとした演技みたいな。あれすごい羨ましいなって思った。あ大学生ね。でも大学生じゃさ、もうさ制服とかじゃなくない、着れなくない。やるならもう制服着て、学園もやるなら制服着たいね。でもまあねなあ、私はいけるな、まだだって1ヶ月前まで来てたもん。いやでも確かに若いうちしかできないね。でも俳優さんとかはさ20代後半とかでもやってる人いるっちゃいるもんね。5年はいける。でも私どうなんだろう、なんか今顔はあんま変わんない気がするんだよね。なんかもうこれ以上変わんなそう。私でも顔だけ見たら中学生とか全然言ってもいけちゃう気がする。メイクしなかったら本当にもう小学生だよ、身長的にも私だって高中1から身長このままだもん。メイク取ったらもう中1に戻れる。あでも中1の頃はこんなに可愛くなかったか自分で言う。中1の頃はだってあれだもん、バイト AKB の時ぐらいの私だもん。可愛くなかったでしょ、あれは。可愛くないね、うん、あれはだって面白いもん、うん、顔黒歴史ってぐらい変わった。うん驚いたでしょ、同一人物だと思わないと思う。誰も思わないと思うな。街で100人にアンケートみたいな、この人同一人物だと思いますかってアンケートしたら多分80%以上同一人物じゃないって答えると思う。それぐらい自信ある。でもその時はね自分のこと可愛くないって思ってなかったっていうか、可愛いって思ってたんですよ。思ってなきゃ多分オーディションも受けなかったと思うしそうなんだけど今見るとちょっと違うよね。子供でしたね普通に。あと笑うのがすごい下手だった気がする。なんかこうなんていうの、ここが笑えてない、目が笑えてない笑い方してた。こんな
今も褒められて伸びるタイプ、私って褒められて伸びるタイプだったのかな、どうなんだろう、どうだろう。でものはあんまり好きじゃないかも。でも好きじゃないっていうか、褒められた時の返しがすごい迷う、なんかどう返せばいいか分かんなくて、それが困るんですよね。なんかそんなことないですよって私あんま言えないんだよねそんなこだってさ言ってくれてんのに、そんなことないですよもうさちょっと違う気がするんだよね。でも素直に受け入れるのも恥ずかしいしさ、すごい恥ずかしい褒められるの。認める、でも否定するよりは認める反応、認める返しが多いかも。褒められたありがとうございますでいいんじゃない。まあそれはそう、それはまあ前提としてすごい恥ずかしくなっちゃう。恥ずかしい。意外と私あれだから、あの人見知り、コミュ力ないと思う。意外と意外とっていうかないんです。先輩とかにねなかなか話しかけに行けないタイプ。辛いことあった、え何その質問、私辛いことあったように見えるでもいや辛いこと何もしてないから辛いも何もないんだよね。でもすごいでないのに闇曲聴いちゃうで聴くとなんか自分でで勝手にやむ。でもすぐ立ち直っちゃう。なんか一人でいると自分の自分がすごい嫌になっちゃう。どう思われてるんだろうとか、一人暮らしあるある、すぐ早いんだけどすぐ考えちゃうね。お風呂ってすごい、私お風呂が一番やむ。お風呂で毎日曲聴いてるんですけど、その曲聴いてる時間が一番ね、いろいろ考えちゃう。なんか急にね孤独を感じる時がある。一人暮らしってそうだよね。やっぱり一人じゃないよ、ありがとう。そうだよね、一人じゃないよね。こんなに応援してくれてる人がいるってすごい幸せだなって。でもそういうことも考える。で病んでて自分ってなんでこうなんだろうってなってる時に、そのでもこんなに応援してくれてファンの人いるんだって思うと、すごいみんな優しいなって思う。ねえ早くさ会えて話したい、ちゃんと直接。え握手会さいつからしてないなって。今年入ってはしたけど2月
え、2月のもさできてないんだ。1月、え、今年入って、え、今年入ってしてない。そっか、1月なくって、2月の、え、待って、びっくりしてる。12月、握手会なすぎて忘れられちゃう。忘れないよ、ちゃんと。逆にみんなに忘れられちゃいそう、飽きられちゃいそう。それは嫌だ。あ、そうだよね、公演はやってたもん。そうだ、公演やってたから会った気してたんだ。でも公演もね、だいぶ回数少なかった。去年さ少なかったからさ、今年は公演いっぱい頑張ろうって、多分みんな、え、メンバーみんながさ思ってたし、スタッフさんも思ってたと思うんですけど、そう、なかなかね、こういう状況になってしまって、こういうのを乗り越えたらね、きっといいことが待ってる。動物の森はしてないよ。心に太陽、確かに何があってもどうにかなるよ。いい曲、大好き。これ泣きべそ書くまでも大好き。いや、この前さ、久しぶりにコンビニ行った時さ、歩いてなんか泣きべそ聞きたくなって、イヤホンして泣きべそ聞きながらすごい入り込んで曲に入り込んで主人公になった気分で歩いて、楽しかった、一人で。最近の思い出、生誕グッズ太陽、しばらく聞いてない、やばいやつじゃん。え、でもさ、あるよね、よくない、電車とか乗っててさ、いや、主人公なりきってちょっと切ない表情してで、やんない、一人でやんないの、変なのえ、そう、カドちゃんやるって言ってたけど、めちゃなんかこの前の、待って待って待って、充電切れて、切れたっていうか 20% っていうのが出てきちゃった。充電ずっとしてたつもりだったのにさ、ちゃんと電源つけてなかった。ポチってやつ刺してたんだけどね、ずっと充電してくる気でいたわ、これ配信する前から。全くできてなかった、 1%。 やばいよそれ、車でさ、あ、電車乗ってきた、腰折る、こうやってして、ね、すぐ壊す人なんですけど、今の充電器すごい持ってる。一緒の服流れてました、だって。すごい嬉しい、どこどこ、嬉しい。 iPhone11、 今は8 プラスだけど、次は11にするつもりです。早くしたい。でもな、私カメラ別にあまりな得意じゃないからな、プロじゃなくてもいいよな。でもプロがいいな。
タピオカのやつ。プロかな、買えるなら。写真のセンスないんですね、あんまり。メールとかでさ、料理の写真見てて思いません？すごい。こだわって撮ってる時間も多分無駄だと思っちゃって、すごい急いでやってるのかも。加工も全然わからないんだよね。インスタとかもさ、本当はさ、色とか白で統一、ピンクで統一、リカちゃんみたいにピンクで統一みたいな、料理は確実に美味しそう。嬉しい。え、ね、料理さ、なんか自分で作って一人で食べてるのすごい悲しい。残るし、絶対あるけどさ、その冷凍もさ、ずっと冷凍庫にあったりさしてさ、料理ってほしい。一人暮らしはその余るんだよね。作りたいと思ってるのがあって、サバの竜田揚げ作りたいんですよね。料理って全然家でしない。魚焼けるトースターみたいな、オーブンみたいな、やればいいのか。え、サバの竜田揚げ食べたい。すごい。作ります、今度。サバ大好き。魚大好き。和食派、洋食より。なんか料理するときとか、なんか油めっちゃ、絶対炒め物とか絶対使うじゃないですか。絶対使わなきゃダメだけど、ドバ見てるとなんかそれだけでなんか太りそうな気がしてさ、すごい油をめちゃくちゃケチってたらさ、全然減らなくて、何ヶ月も過ぎてるけど半分も減って、そう、オリーブ、そう、オリーブオイルの方が使ってて、油がね、めっちゃ残ってんだよね。賞味期限切れてて。でも油って賞味期限切れても大丈夫って言わない？だから普通に使ってるけど、揚げ物作って消費しようってケチらずに作って、もうって、ダメなの？味が落ちるの？嘘じゃん。もったいないよ。半分も残ってるよ。よくない。油自体がさ、もう嫌なのにさ、体に良くないっても最悪じゃん。じゃあ買った方がいい、新しいの。まあ油ぐらいは買うか。ちゃんとケチんないで。オリーブオイルはあるよ、なくなるよ、いっぱい使うから。でもすぐ買う。オリーブオイルは生でも美味しいからね。サラダにオリーブオイルと塩かけて食べるのめちゃくちゃ美味しい。小さいサイズの油にしよう。そうだね。でもさ、スーパー行くとさ、小さいバージョンと大きいバージョンがさ置いてあってさ、大体そういうのってさ、そのちゃんと計算した時、大きい方がお得なんだよね。そうだから大きいの買っちゃうんだけど、結局一人暮らしって賞味期限切らしちゃうのよ。ソースとかもそう。そう、この前もさ、めんつゆ
かなくなったから買おうって思ってさ、スーパー行ってさ、ちっちゃいので十分だなって、大きいの見たらめちゃくちゃ安くて、結局大きいの買っちゃったんだけど、絶対あれ賞味期限切らす。ツーツーダンスやって、ねえあれさ、松岡夏美さんのさ、なっちゃんのやなっちゃんさんのやつでしょ、あれさめちゃくちゃ可愛い、踊れない、あれもうだってあれ可愛すぎだよ、そんな私なんか踊るのおこがましいでも HKT さんみんな踊ってるよね、いや可愛すぎる、松岡夏美さん会いたい、全然会ってないな、なんかメンバーさん、他のグループのメンバーさんにも握手会、 NGT はまだ劇場とかがあったから会ってるけど、他のグループのメンバーさん、せっかく博多座でさ仲良く なれたのにさ、全然会えてなくて寂しい、もう忘れられちゃいそうで、仲良くなったこと忘れちゃいられ忘れられちゃいそうで悲しい、会いたいな、博多座楽しかったな、チッヒーさんに会いたい、レイナ、みんな集まりだった、あーそっか、他のグループの人も本当にみんな集まりやってるよね、集まりでつながればいいのかつながればいい言い方いいね、あつ森きっかけでお話できる、でもそんなみんなやってんの、誰がやってるの、スイッチ持ってないけど、あつ森打てない、え、そうなんだよね、顔と顔ってだってさもうないのよね、いやでも私あつ森な絶対飽きるんだよな、え、でもさ、ね、な、そうだ、そう、スイッチ以外もね、プレステもいいなって思ってて、ゲーム買うなら。プレステって持ち歩けないのがあれだけど、スイッチは持ち歩けるっていうのがすごくいいんだよね。テレビにもつなげるし。プレステ4も欲しい。ね、プレステやってるよね。え、でもなんかプレステ5もさ、今年出るらしいよ。戦国無双やりたい、私さすごい家でプレステ持ってた時、お父さんとかお兄ちゃんがやってて、でも家族でやってた、戦国無双、あれめっちゃ楽しい、サッカーとかさパパめっちゃやってたけどさ、あれ全然できないから楽しくないそれ一時期めっちゃハマってた、家族で、今やったら絶対もっとうまくできる気がする、久しぶりにやりたい、今新しいの出てんのかな、えね、今日肌がつるんつるん、ドラゴンボール、え、わかる、ドラゴンボールなんか出てたよね、プレステの、いやドラゴンボール好きだからな、やりたいな、しかもストーリーもめちゃくちゃ忠実みたいな、なんかネットで見た、ドラゴンボール、ナルトもあるの、でも何でもありそう、その有名なアニメ、もう最近はそのゲーム機家にないから、あれ COD とかたまにやってるぐらい、あとマリオカートやっぱね、そういう方が向いてるわ、ポケモリの時もすぐやめたもん、絶対あれだな、スイッチ買ってもあつ森やってもすぐ飽きるやつ、
COD は簡単だから楽しい。荒野行動もさ、一時期なんか NGT ですごい流行ってたけどさ、みんな下手くそなのよ。下手くそなくせにみんななんかめっちゃハマってて、今考えるとなんでもうさ、なんか降りてただひたすら誰も撮ってで、たまたまその敵が一人か二人たまたまいて、そこに撃たれて死ぬみたいな、すっごいなんか何が楽しいんだろうって感じで荒野行動すごいハマってた時期があるんですけど、COD 入れてみたら割と操作簡単というか、死んでも生き返れるから、そう別にうまいわけじゃないけどすごい楽しい。そう、でもめっちゃハマってた荒野行動。マリオはもう安定に楽しいよね、何でやっても。 DS でも楽しかったし、 Wii でもめっちゃやってたし、マリオカートは唯一今でもずっとたまにやるかも、携帯の方で。レゴシティ？レゴ？ゲームで？え、実際のレゴ？レゴ作れってこと？作るってこと？懐かしいな、レゴ。レゴはハマった時なかったな。NGT 物語は自分選択してまだ終わってない物語。そこでも恥ずかしいんだよね、あれ。すごい。自分見てるの、自分選択するのすごい後悔。かったな、癒されたかったな。え、モンハンはお兄ちゃんがやってて、もう4週目、早っ。え、あれさ、ストーリーすごいさ、自分でもこんなのいつ話したっけって、どっかで話したことあるようなってぐらいの記憶のエピソードとかが出てきたりして、だからそのアプリの方がすっごい調べて頑張ってくれたりさったんだなって、すごいびっくりした、やってて。デッドバイデイライト。でもさ、ゲームまずスイッチかプレステかだよね。てかゲーム買うか、まず。買ったらだって絶対めちゃくちゃやっちゃうもん、怖い、ハマるのが。それしかやらなくなりそうで。でもハマることっていいことだよね、よくダメなことではないよ。1日1時間。いや、そんなね、決めても絶対できないよ。それがゲームの恐ろしいところで。いや、でも、絶対やっちゃう。やっぱ、でもゲームにはまるよりはさ、小説とか本にはまった方がさ、なんかいいよなって思う。ハマろうって思ってハマるものじゃないけど、ゲーム買ったら終わりな気がする。時間つぶしになるよね。アルジャーノン読みますか。読んじゃう、まあ、全然漢字読めなかったけど頑張ろうかな。もう振り仮名振ろうかな、もう一通り見て。いちいち調べてるとさ、入ってこないからさ。あ、でも映画は見ますの好きです。最近映画の再放送めちゃくちゃやってません？大体見てる気がする。再放送してテレビで地上波でやったの。今がそ
出場するよりゲームの方がいい。それはわかる。だってだからさ、スイッチ入れ切れてるんだもんね、みんなそう思って。あと2学期、いやー、そんな改めて言われるとすごいズキンズキンってくる、腐ってくる。好きな映画、でもやっぱりね、私小さい頃からホラーが大好きなんだよね。うん、全てがもう次元を超えている。キャーって、キャーって言うタイプかな。キャーじゃない、アーです。全然そんな可愛くない。ふっってリアルにこうなる。ふっ、うわだ、太いうわですね私の場合。キャーって言えるようになりたい。でもそう、実家で見てたからこう良かったけど、一人暮らしで見るのちょっと怖いかも。トイレ行くのがね怖くなる。怖いさ、映画見てるときトイレ行ってさ、ジャーって流した後すごいゾってしない？後ろ誰か来てるみたいになってめちゃダッシュで部屋に戻る。一人暮らしでもそれやる、たまに夜中とかトイレ行くとき。私夜中めっちゃトイレ行きたくなるんです、よく。最近は大丈夫だけど夜中のトイレ本当に怖い。一回夜中にトイレ行って出て炊飯器の時計が見えてしまって、その時計見た時に3時33分だった時があって、もうその時はやばい、これ絶対お化けいるんだこれって思って。3時33分はやばくない？夜中にたまたま起きた時間が、もう怖すぎてもうダッシュで走って布団の方行ってちょっとこけて行ったとか行ってってなって、でもすぐもう気にせずダッシュしてベッドにこうくるまってだけど、そうなんか勝手にいる感じ、気配感じちゃう想像で。そういう時あるよね。2時22分3時33分4時44分とか怖いんだよね、一人暮らし。いやでもびっくりしたな、3時33分の時は絶対いたよ、あの時お化け。でもりな、実際お化けに会ったらね意外とびっくりしない気がする、冷静な気がする。あ、いるってなって、まあ、怖いっちゃ怖いけど、でもお化けっていると思ってるからそんな焦りはしない気がする。お化けが出たら受け入れるしかないなって思ってる。怖がったらさ、お化けって喜ぶやん絶対、だから怖がんないって決めてる。会ったことはないよ、でもいると思ってる。金縛りはねよくある。でもこのよくある金縛りは多分疲れとかだと思うけど、でも本当にあるよね、起き上がれない時。目つぶってて目覚めてんのに、こう 目はこう開くのに、薄目で開くのにこうって起き上がろうとするとうんってなるの。それめっちゃある。あとさ、最近そうだ、考えてみれば最近は大丈夫なんですけど、あの一回カラスに襲われてはないんですけど、カラスに怯えるカラス事件があってからしばらくめっちゃもう鳥の夢ばっか見てて、でっかい鳥が割ってきたり、でっかい鳥が襲ってきたり、鳥が近くにいたりみたいな夢めっちゃ見てたの、しばらくそういう時期あって、起きる寸前にやだって言って鳩がこうパタパタってでっかい鳩が来る時に起きるって時があって、やだって言って払って
目覚めた時もあった。そう、マジあれからマジで悪夢だった。毎日のように鳥の夢見てた。汗かいてる時もあった。本当にトラウマになったよね。でも最近大丈夫になってきたな。あの事件があってからしばらく2週間ぐらいはずっと外で怯えてた、怯えて歩いてた。ねえ、そうだからさ、お肉食べる時とかさ、その鳥さんのお肉食べてるって考えるのも怖かった。その時食べてたんだけどさ。いやでも怖いな、スズメでも怖いレナ。なんで怖いんだろう、自分よりもあんなにも小さいのに。なんで怖いんだろう鳥って。いやそうよ、鳥は可愛いよ。はあのオウムとかさ可愛いんだけどさ、目怖い。カラス、カラスいたら目合わせないように頑張って。全然先端恐怖じゃないよ。もう鳥って存在が怖いの。うん、でも鳩が一番怖い。ヒッチコックの鳥絶対見れないね。何それ、鳥のホラーってこと？絶対怖い。なんか動物大好きみたいな女の子のになりたかった。動物が嫌いってわけじゃないけど怖い。多分犬もちょっとその吠えるような犬だと触れない気がする。いや猫も触れないのレナ、引っかかれそうで。犬に噛まれたことあって一回、それからもトラウマ。友達ん家とか行くとさ犬飼っててさ、でもその時なんか怖がるのも失礼だから頑張るんだけど、でも正直すごい怖い。わーかわいいって触りながらすっごいうっって感じで、うっって感じになっちゃう。めちゃくちゃおとなしければいいんだけど。うん、まあ噛まなきゃいいです。噛まなきゃ触れるかな。猫好きそうなの意外。それレーニアって名前だからじゃん絶対。そう、でも猫か犬かだったら犬の方が触れる。